なみにあかねちゃんって性病になったことある？クラミジアっていうのが一番一応多い性病、はい、なんかこれって、うん、そっちなのかなとか HIV に感染してる人と例えば生でそういう行為をしても、はい、ほんと何百万分の1ぐらい感染する確率は。今回は梅毒以上に危険性病の種類と症状について解説します。今まで梅毒とかの性病っていうのをこのチャンネルでは解説してたんですけれども、まあ、今回はそれ以上にいろんな感染症があるんだよっていうのを話していきたいと思います。ちなみにあかねちゃんって性病になったことある？絶対聞くと思いました。ちなみにです、本当に。ちなみにですか、はい、ちなみにはないですね、うん、あ、やっぱりないんですね。ちなみにどう思います？ 2、3 回はあります。あるわけねえだろ。あるわ、どう見えてるんだよ。ということで、まあ、いろんなね、性病、はい、まあ、危険な性病、まあ、梅毒ももちろん危険で気をつけなきゃいけないですけれども、うん、他の性病もちゃんと知識を得て気をつけなきゃいけないよっていうのを話していきたいと思います。はい、あかねちゃん、性病で言うとどうですか、こう、どんなのが最初にパッと思いつきます、流れではありましたけど。クラミジアとか。あ、クラミジアね。とか、淋病。はい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 。まあ、この2つもやっぱり危険で、うん、特に、まあ、クラミジアっていうのが、一番一応多い性病、はい、まあ、ちなみに性病、性感染症っていうのは、うん、まあ、性的行為とかで感染するような、うん、まあ、病気ですね、はい、まあ、性感染症、STD とか STI っていうふうに言ったりするんですけど、クラミジアでやっぱり怖いのは症状が出づらいっていうところが結構怖くて、うん、まあ、特に女性だったりとか、まあ、男性でもそうなんですけど、まあ、感染しても、はい、あんまり症状が出ずに感染したことが分からずに他の人に移してしまってそれが広がってしまう。結構それがまあ怖いかなっていう。性器の痛みだったりとか、うん、まあ、織物とか膿が出てくるとかっていう症状もありますけど、まあ、それがなかなか出ずに、まあ、逆に感染させてしまって気づかないうちに広げてしまう。それが一番怖いですね。無症状ってなると、そうですね、どこで気づいていいのかって思っちゃいますね。また怖いのは、あの女性の場合、その卵巣とか子宮とかの方に炎症が広がってしまって不妊の原因になるとか、まあ、そうなるとね、結構怖いっていうか、いやー怖いですね。そういう時に初めて気づくっていうのもあるので、はい、やっぱりまあクラミジアすごい怖いよなっていう。怖い。ちなみにあの、はい、自分が感染してパートナーに移してしまって、うん、で自分は自分で一回あの治療はちゃんとして治ったけど、はい、パートナーの人が感染してるからまた自分に移っちゃうみたいな、うん、結局治ったのにまたこう行ってこいみたいな感じで移ってしまうっていうのもあって、そのパートナーと一緒にこう病院を受診するっていうのも結構勇気いりますよね。やっぱなかなか言いづらかったりとか、言えないですね、やっぱりその人から移ったのか、もしかしたら別の人とその浮気なのか前の彼氏とかから移ったかもしれないし、うんうん、なかなかちょっと言いづらいよね。いやー、でもそうなった時に自分のこう性事情みたいなのが見えた時に怖いですよね、うん、気をつけようって思ったりとか、言いづらいみたいな、うん、こう言ってこいの感染のことなんていうか知ってますか？リターンみたいな。あー惜しい。スポーツに例えて。あ、テニス。あ、惜しい。めちゃくちゃ惜しい。テニスにめっちゃ近い。卓球。お、ラリー。卓球。あー違う。卓球の中の擬音というか、カンみたいな。カン惜しいよ。ピンポンです。ピンポン感染って言いますね。あとはやっぱり淋病とかも無症状のこともあるし、まあ、男性だと痛みが結構出やすくて、これも不妊の原因になったりとか、あとは喉でも感染して、あー、お、あ、何でもない。なんて言おうとしたの？咽頭クラミジア、咽頭の淋菌感染症とかで、まあ、しかも喉だとこれも症状出にくいんで、うん、まあ、そのオーラルセックス、あ、それ言おうとしたんか。あの挿入がなくても感染する可能性もあるので、まあ、気をつけてほしいなという感じです、はい、他にも例えば今言ってくれたようなやつで、うんうん、怖いのが性器ヘルペス。男の人だとすぐ分かるじゃないですか、うんうんうん、はいはいはい。女性お風呂入ってる時に、うわ、ちょっとなんかブツブツができてるとか、はいはいはい、そうね、そういうので気づくってことですよね。確かに確かに。しかもヘルペスって一番怖いのは、その一回感染すると、はい、例えばあのウイルスのお薬を飲むんだけど、はい、まあ、それで症状は治まるけど、はい、そのウイルスを殺せるわけじゃないので、はい、ああ再燃しちゃう。そうそうそう、中にずっと留まっていて神経に潜んでいて、はい、自分の免疫が落ちた時、あ、まあ、忙しかったり体調悪かったりとかの時にまた出てきてしまって、うんうん、それを何回も繰り返してしまう。ひどい人だと1年に1回とかは必ず出てしまってとか、もう何ヶ月に1回とか出て、まあ、それが痛みがあったりとか、はいはい、まあ、それが出てくる時はやっぱりなかなかそういうね、性行為っていうのもまあもちろんできないし、はい、なんかパートナーにも言わなきゃいけないしとか、まあ、そういうこう煩わしさというか大変さっていうのがあるから、1回かかっちゃうとちょっとこう
面倒くさい大変ではありますね。女性ってこうデリケートゾーンって、うん、こう蒸れたりとか擦れたりすると、うんうん、こう傷ができやすかったりっていうか、はい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 、トラブル起きやすいから、うんうん、なんかこれってえそっちなのかなとか、なんか時々心配になる時もありますね。普通の傷だけどってこと？ちょっとその擦れて痒くなったりとかもあるじゃないですか。そういう時に、はいはい、何かあるのかなって心配になったりとか、ね、逆に知識ありすぎたりとか、いっぱいしゅんぴーさんから聞くから俺のせいというか、まあ、俺が情報を与えすぎるから、はい、それによってあれってあ初期段階かなとか梅毒の第一かなとか第一かなみたいな。あとはやっぱりあの HIV、はい、あ怖いですね。一番ちょっとやっぱり、ね、多いですよね今。殺せないからね、エイズのウイルスっていうのは、はい、うんうんうん、まあ、今お薬でその発症せずにというか、はい、まあ、通常の寿命ぐらいまでは生かせることはできるけど、うん、ずっとねその精神的なところだったりとか増えてきてるし、まあ、うん、もちろん確率的にはそんな多いわけじゃなくて、エイズの方 HIV に感染してる人と例えば生でそういう行為をしても、はい、本当何百万分の1ぐらい感染する確率は、まあもちろん注意するに越したことはないっていう。まあ淋病クラミジアなんかね、抗生剤にも、うん、あの抗菌薬にも耐性菌ができたりとかしてなかなか効かないやつも増えてますから、はい、結構大変ですね。あとはマイコプラズマ、ウレアプラズマっていう菌も性病の原因になったりしますけれども、うんうんうん、はいはい、これは聞いたことある？聞いたことあります。俺も最初あんまりその知らなくて、性感染症ってめっちゃがっつり医学部で習うわけじゃないから、はい、そんなに知らなかったんだけど、確かにこうね、肺の病気の、うん、あ、そう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 、イメージが強いから名前としては一緒なんだけど、うんうん、まあ、正確に言うとちょっと細菌の菌の種類としてはちょっと別の菌になるので、うん、はい、肺炎を起こすマイコプラズマ以外の、まあ、その性感染症としてのマイコプラズマ、ウレアプラズマっていうのもあって、うんうんうん、結構これ頻度とかも多いので、まあ、内服すればねこう、まあ、治癒はするんだけれども、はいはい、まあ、いろいろ性器の痛み、痒みとかっていう症状も出てうつったりするので、まあ、それも怖いですし、うん、まあ、危険で注意しなければいけない性感染症になりますね、はい。まあ、あとはもし万が一でも症状が出てしまった場合は、うん、まあ、泌尿器科だったりとか、ね、まあ、産婦人科でもいいと思いますし、あとは今あの性病のクリニックとかも結構たくさんありますので、うん、実際名前だったりとかあんまりそういうのがバレたくないとかって人もいらっしゃると思うので、うん、はい、まあ、ちょっとそういう普通の病院には敷居が高いって人は一応性病クリニックとかもありますね。まず相談からでも、まあ、そうだね、いいかなって思います、うんうん、皆さんも性感染症には気をつけてください。ということで、このチャンネルが良ければ高評価お願いします。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回、せーの、出発。